あ、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今沖縄辺野古では大変なことが起きています。海上保安庁によるカルタイ暴力的排除、非暴力不服従徹底、沖縄の人たち頑張ってます。現地辺野古で明日2000人集めて抗議集会催される予定です。よし、ここ東京でも現地行動に合わせて抗議行動決まりました。よし、明日8月23日土曜日午後2時から首相官邸前において現地辺野古行動に連帯する行動、抗議行動が行われます。ツイキャス見てらっしゃる方、こちらにいらっしゃる方、今までなかなか辺野古に対する思いを表す場がなくてやきもきしていませんでしたか。やきもき、やきもき。沖縄の人たちばかりに頑張らせてはいけない。東京の人間が頑張って彼らにエールを送らなければならない。明日その機会がやってきました。午後2時から首相官邸前、どうか皆さんお集まり願いたい。呼びかけ人ではないですけども告知させていただきました。ありがとうございました。おー